伝説で人が死ぬわけがない。これは殺人事件だ。この不可能殺人の謎は俺が解いてみせる。うちはどこ？皆さん盛り上がっていますか？お父さん、うわ、なんであれが来るの？おやおや、私の想像した通り会話は弾んでいないようですな。やはり探偵坊主じゃ私の穴は埋められない。こやつは推理もトークも宴会芸もまだまだですから。わあ、間が悪い男。そうですか、殺人事件があったんですか。残念だ。この名探偵毛利小五郎がもう少し早く来ていればサクッと犯人を捕まえてやったのに。何言ってんのよ。あなたに捕まえられるような間抜けな犯人なら新一くんがとっくに捕まえてるわよ。探偵坊主は俺の弟子だ。俺が滑って仕込んでやったんだ。どうぞ。これはどうも。それにしても父親はよほどの鳥好きと見える。鳥ですな。父は本気で大鳥伝説を調査しているんです。この村の土地まで買い集めてるんですから、すごい情熱ですよ。よくよく見ると割とイケメン。そうなのか。こんな時に不謹慎よ。この名探偵毛利小五郎が参りましたからにはもうすでに事件は解決したも同然。お父様にくれぐれもご安心くださいとお伝えください。あ、くれ食前酒などいただけましたらますます頭は冴え渡ります。なんですが、この事件はこの名探偵毛利小五郎がきちっと解決いたします。実は私もうすでに犯人の目星はついております。犯人は誰です？犯人は人間です。皆さん、大鳥伝説など迷信にすぎません。この21世紀で迷信に惑わされるなど教養のある大人として実に恥ずかしい、うん、え、お父さんそれだけ？うん。容疑者は誰と誰とか具体的な話はないの？ない。ちょっと失礼します。大鳥伝説か。そういうのって
盗掘者から財宝を守るために作られたケースが多いんじゃないですか。ってことは何か、この村には本当の財宝が埋まっている。そんなの徳川埋蔵金を探すようなもんでしょ。徳川埋蔵金、男のロマンですな。何が男のロマン。徳川埋蔵金か。確定申告はどうしたらいいんだ。この村にもロマンティックな言い伝えがあるんですよ。え、何ですか、教えてください。神の泊まり木の木の下で口づけを交わした恋人は生涯離れることなく添い遂げることができる。口づけ、女の子ならつい信じてみたくなる伝説ね。ランはつい試してみちゃったりして。試さないわよ。村を襲って人を早逃げにしたという大鳥、その村に口づけの言い伝えか。ずいぶんミスマッチだな。さっき現場でこんなものを拾ったんです。なんか彫ってある文字かな。ホビー内席で使われていた文字に似ているんだ。確か意味は呪い。呪い。これって何のかけらか分かりますか。お父さん、お父さん、どうだった。こっちは突然着いたよ。一体何なんだよ。あれ、岩倉さん、停電ぐらいで何をそんなに大騒ぎしてるんですか。そういうんじゃなくて、鳥人間が突然ぬおっとだな。陽一さん、お父さんが発作を起こして陽次さんたちがお部屋に付き添っていったのよ。父が。部屋って救急車呼んでないのか。それが救急車なんて大げさよ。こんな田舎の病院に診てもらったってしょうがないしな。もし朝になっても調子が悪ければ東京に連れて帰って向こうで診てもらえばいいだろう。ああ、本当にそれで大丈夫かしら。大好きな大鳥伝説の村で死ねたらお父さんも本望なんじゃない。お姉さん、